この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッちゃおう、ペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人ナルセココミ&ガチスポ破竹の4連覇中、矢部秋乃。今回の対戦機種は人気 3D ゲーム機とのタイアップ、デッドアライブ5 A プラス ART の純増およそ 1.7 枚。生きるか死ぬか、2人の運命は。ルールはシンプルに、実戦終了時点で獲得枚数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第では水木奈緒ちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。奈緒ちゃんは成瀬と共演したこともあるそうで、そのスペックはすごい綺麗なね、よだれをバンバン出すんですよ。いや、よだれに綺麗とか汚いとかあるんですか？ありますあります、樹液みたいな、すー綺麗な雫を垂らす、カブトムシが言ってくるようなザーッと垂らすんですね。タラ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 って出るんですよ。透明な透明か分かんないです、でも今はなんか出ちゃうもう口から、うん、なんか分かんないけど出ちゃうね。出ちゃう、はい、いろいろ出てるんですか、いろんなとこから。で、勝負の方はというと、ナルセが開始わずか36ゲームで新霞の章からの ART 当選、特化ゾーンアルファバーストをゲット。一方の魚拓もチャンスゾーンでボーナスを引き当て、 ART 中のバトルにも勝利で特化ゾーンへ。勝ったぞ、勝ったぞ、これヤバいやつじゃねえの、ヤバいやつじゃねえのこれ。はい、やばいことが起きてねえか、やばいことが。赤、緑、黄色、それぞれ2個ずつ計6個のジャックを獲得し ART に突入。 ART 入ると面白いのこれね。ただ俺これ今日スッと入りましたけど、まあバトルポンポンといって、いやー、こんなに簡単な台ではないですよ、そこまで。そのまずバトルにあんま行かないんでね。で、今2回目バトル勝ったのも本当に偶然、約その800分の1、900分の1でボーナスを引いたからであって、そのバトル自体にもなかなか行かないし、その行ったとしてもそこまで勝てないんでね。と、ここでチャンスボタンが。これやっぱね、その凱旋だとやっぱこれ大体ボットとかっていうのが多いんでドキッとするんですよね。安い役で光らしもしないっていうのはあるんですけど、さあ何を引いたのか、ダブルですね。これはさっき俺ボーナスを引いたやつだ。さあバトルに行きました。魚拓タク役からバトルへ発展、これは期待できそう。相手は朝一のと一緒です。タッグバトル、タッグは勝率8割って言ってました、矢部が朝教えてました。これ負けたら泣いていいって言ってました。さあ全役でチャンス、タッグバトル。ただ本社緑一個と、とりあえず勝っとこう。順調に減らしてる。ああ、いいよ。これはさすがに勝ったね。意外とすんなりです。4ゲーム残して勝利しました。で、獲得したのが黄色1個、緑1個。
さあ、魚拓、上乗せで ART へ。やばいやばい、次で何か起きるから あと1ゲームでここ見れよ。ここ見だから何か起きるから。いや、何か起きるかもしんない。いくぞ、ドン。はい、ここ見、何かを起こして見せる。やった、ベル8枚。何なの